政府与党は来年の参議院選挙について準備期間や連休日程などを考慮し7月10日投開票で調整を進めていますまた通常国会は参議院選挙の日程を踏まえ1月17日招集を軸に検討しています会期は150日間で延長がなければ6月15日が会期末となる見通しです政府与党は 年明けの岸田総理大臣の外遊日程なども踏まえた上で最終的に判断します。